こんにちは、社会人事部長の長谷川光です、えー。今回はですね、お化け屋敷の法則と、まあちょっと <laughs> あの何のこっちゃと思われるかもしれませんけども、まあそのことについてお話ししたいと思います。まあ我々人間というのはですね、あの先が見えないとなんかどうしてもこう不安になってしまうことってありませんでしょうか。まあ例えばですね、そのお化け屋敷も 暗いい中に入っていく、そして暗い中で先が見えなくてどこにドアがあるのかとかまたはその突然大きい音が鳴ったりとか何かこうお化けが出てきたりとかそういうその見えない世界とか、まあ、あの先が見えにくい状態に置かれた時に、まあ、人って不安になったり恐怖になったりするわけですね。 で仮にですね、お化け屋敷にもうライトが光うと照らされてる状態だったら多分我々っていうのはもう先が見えますからあの不安っていいいううものはも全くなくなな前に進んんででけるんじゃないでしょうか。だから仕事においてもですね、えー、何かこうもんもんと先が見えないような状態であればもう考えれば考えるほどですね不安ばかり膨らんでしまうわけですけどもそれを クリアににに、するるためには、先が見えるように例えば仕事の棚卸しをやるべきことをきちっとですね書き出してみたりとか整理してみたりとかそんなことをしていくとあの頭の中ですねあのすっきりするような状態が作れるのかなというところです。